皆さん、稽古さん長めです。大変なことが起こりました。ついに我々のビットコインの価格が120万円の壁を突破し、130万、150万、そして800万円と突き進もうとしております。これはまさしく仮想通貨のジハード生産の始まりです。ビットコインの価格が120万円の壁をようやく突破し、これで正式に弱系巨大ヘッジファンドとの生きるか死ぬかの最後の聖戦ジハードが始まろうとしています。ということでね、どういうことかと言いますとですね、長かった、ここまで来るの長かった。財布のね、ビットコインですね、見てください。これですよ。121万5000円。121万5000円、これ冷やしですね。冷やし一本のローソク足が1日、この見事な昇竜拳、見てください。125万円。誰が信じられるというのか。もう100万円を超えて、110万円を超えて、そして120万円超えられない。120万円をちょっとでも抜こうとしたら、ジャック系の巨大ヘッジファンドが叩き落とした。そしてまた叩き落とした。3回目。今日は一気に我々聖なるもの、我々聖なるヘッジファンドが、中野研究会をはじめとした我々神のご加護を得た聖なるヘッジファンドが、ついに120万円の壁を突破いたしました。イエーイ。ということでですね、これからは何が起こるかわからない。これからは、ここはですね、この壁は100万円の壁ですね。100万円ちょっと出ては突き落とされ、ちょっと破っては突き落とされた2回、そして3回目。これ長かった。ようやく聖なる者たちによって100万円の壁を突破し、そしてここ6月22日に106万から、週末ですね、一気に行った。だいたい土曜日の朝6時に一気に行く、その傾向は変わらない。そして今度の爆上げはいつなんだ。今度の爆上げは G20、そして30日の、6月29、30日に爆上げ。ひょっとしたらこれは200万いく、行かないと思う人は何を根拠に行かないと言ってんだ。2017年、君たちは生まれていましたか。キズたち生まれてた。2017年、これある日突然93万円のビットコインが100万円になり、そして翌日には200万円になっていたと、250万になってたと。1日でですね、ビットコインが100万円から250万、150万上がったんですよ。恐ろしいですよ、これ。1日ですよ。そして今回、余裕です。もう100万来てますからね。121万だから、1日で150万円プラスになりますから、明日には平気で270万余裕です。そんなの余裕なんです。それが仮想通貨であり、そしてそれが聖なる聖戦ジハード、ビットコインの聖なる聖戦なんですよ。これはね、本当に余裕なんです。1日で150万オーバーのです、プラスのですね、今からだったら270万いってしまうっていうのは、仮想通貨でですね、
もう 2年以上、3年ぐらいの投資経験がある人なら、ああ、そうだよねと。そうだったよね。余裕だよねと。だから、葛藤がなくちゃいけないんですよ。葛藤がなくちゃいけないんです。あなたは、ああ、このね、中野雄二の YouTube を見ながら、ビットコインそんな儲かってんのかと、口座開設したけど入金してねえと、どうしよう、明日になり、明後日になり、来週になり、再来月になり、そしてとうとうあなたは、一生、貧乏人で、年金生活になるとだ。さあ、ビットコイン、121万5000円。高いのか安いのか、むちゃくちゃ安すぎる。むちゃくちゃ安すぎる。聖なる聖戦、120万超えた。そしたら、これからどうするかと。120といえば、6が2つ。66ですよ。66。そして、あともう一つ6が揃った。180万に行った、暁には。これはフリーメイソンが、ただじゃ置かないから、そっから爆上げ800万。800万行く。なるほど、そうだかと。いうことでですね。今121万5千円、高いと思うか安くと思うか、それはあなたの勝手ですが、貧乏人は高いと思う。億万長者は安すぎると思う。その違いでございます。そして、眠はまだお眠か、眠はまだお眠なのか、おい、早く起きろ、眠。そして、早く顔洗ってこい、モナコインはどうなのか、モナコインも爆上げを再開してる。今日は300円を少し上回った。ビットコインキャッシュ。ビットコインキャッシュも5万1000円をキープ。もう少しで爆上げのタイミングを伺ってる。そしてサリアム E。サリアム E、なんと、年初来高値3万3520円突破。これは19万、そして20万円突破の覚悟がもうできている。ここの山、20万円の山を突破する覚悟ができている。それが今のイーサリアムの、これは凄まじい姿ですね、これは。そして、こっちはビットバンクですね。ビットバンクは12、ビットバンクのビットコインは12万、あ、121万6千、121万7千円ですね。これ、明日の朝まで130万になっちゃうよ、これ。やばいよ。そして、リップルはちょっとまた一段落休憩してしまった。リップル女の子。あ、リップクリームのリップだ。そして50円30銭。そして、モナちゃんも一緒だ。モナちゃん、今日は頑張った。320円まで行ってちょっと下がってしまった。はい、ということでですね。まあ仮想通貨ニュース大したことありません。そして Facebook のリブラ、僕は技術的な資料読みましたけど、もっと大したことはなかった。読む価値もなかった。時間の無駄だった。 Facebook のリブラは全くつまんなかったですね。時間の無駄なんで、読む必要もなければ、Facebook 買う必要もありません、リブラ。なぜかというと、Facebook 自体がオワコンなのに、Facebook の仮想通貨、リブラがオワコンなわけない、オワコン、使われるわけないでしょ。だって、もう Facebook オワコンだから、誰も Facebook 使ってないですから。はい、ということでですね、今日はですね、ビットコインがですね、120万円の壁を突破した。これは非常に大きくてですね、非常に大きい。これ、その昇竜拳見て、これ。昇竜拳見て。で、あなたが、いや、ここと一緒だって。2017年の年末、9月とかと一緒だって、ここ、9月15からのこの反りと一緒だから、エビ反りと一緒でしょ、これ。全く一緒でしょ、ほら。エビ反りと一緒だね。で、ここがもう下から、ここ下からじゃなくて途中から上がってるから。だからこれ300万超えモードですよね。300万、400万円モードですよね、これね、完全にね。それをどうして信じないんですか？これね、あっという間に200万いくよ。ああだこうだ言ってると。うん、もう1週間が経たないうちに200万いって、ほえーって。ねえ、ほんでに、1年以上前にですね、200万円の高値掴みした人たちが、ようやく戻ってきたよーと、ようやく戻ってきたよ、お帰りビットコインという日も、もうあと1週間以内となりました。
ということでですね、ビットコイン買い増し増しですね、リップル買い増し増し、そしてノアコインどうなった。ノアコインはですね、今荒れ待ちですね、はい、コインマーケットキャップを見て、コインマーケットキャップを見てですね、ノアコインどうなったのか見てみましょう。時価総額はもう36兆円までなってますから、こう40兆円あっという間に目つぶって、また次ね、目を開けると40兆円になってる。それは恐ろしい姿だ。恐ろしい姿ですね。あ、これなんだろう。アナス、これなんだ、ユーナス、セドレオ。なんでこれ、いきなりこんなのが時価総額アップで入ってきちゃったね。全く見ただけないですね、これ。コスモスとか、おい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 。どうなってんだ、この戦乱。あ、ああ !V チェーンが、V チェーンが1円になってるよ。35.70% アップだ !V チェーン!だから言っただろ、V チェーン !35.70% アップ。すっごい爆上げしてる。V チェーンすごい爆上げしてる。しかも24時間以内の取引金額は100万、1000万、1億、10、128億円だ。これは余裕でビットコインに換金できる。24時、1日の取引金額は218億円もあるので、あなたが今取引しても全然大丈夫だ。これちょっと V チェーン買っとけよかった。V チェーンはいろんな人に僕は勧めたはずだ。みんな億万長者だ。V チェーン、バイナンスで買えたはずだ。V チェーン、みんな見てくれ。バイナンスでいくらになってる、ビットコイン価格に変換するといくらになってるんだ。皆さん、V チェーン買いましたか？最近、今年、去年の暮れからですね、私の草コインコンサルティングをお受けになられた方は、必ず V チェーンを購入されてるはずです。あとは、バージとトロンですね。昨日ですね、あとデントとかも必ず買ってるはずですね。うわわわわわわわ、やばいことになってしまったな。どうすればいいんだ僕は。これ上位100位 V チェーン来てる。そして知らないとこいっぱいだ。はい、どうでしょうか。あ、モナコインもすごいです。ああ、3.4 か。ということで、今日は V チェーンが 35.70% アップしてて、これは、伸びますね。これ 0. 何円でしたよね。0.5 円とか、だから2倍以上になってんだね、これね。皆さん資産はね。おめでとうございます。やっぱ V チェーン来ましたね。これ、鳥取の女の子から教えてもらいました。鳥取の女の子がね、一人か弱くですね、飛行機に乗って羽田空港来てですね、中野先生の仮想通貨草コインの個人コンサルティングを受けに来ていただきました。東京までね、懐かしい思い出です。僕も早く鳥取に行ってみたいと思っております。はい、そして何を隠そう、ノアコイン、ノアコインの爆上げを期待しよう。さあ出てこい、ノアコイン。おっと 0.48、 お前どうなってんだ。ノアコインはですね、今、あれですね、新しいコインに変わるので、それの調整をしていますね。価格は調整しています。新しい、ノアコインはですね、価格は50円くらいになるという予測がね、僕はしております。それではですね、今日は V チェーンとですね、ビットコイン121万5000円、この生産、ジハードですね。をうまくですね、なんとか乗り切ってですね、もうビットコイン、V チェーン、リップル、イーサリアム、モナコイン、全部買い増し増しでですね、さらなる億万長者、現物買いでの億万長者を目指そうではありませんか。それでは、夕方のですね、仮想通貨、中根裕二チャンネルをこれで終わらせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。